東京都写真美術館で開催されてる明日の光っていう日本新進作家ボリューム17だから、これまでずっとやってきてるやつのシリーズのですね、になりますけど、それの展示について話します。まあ、僕は、写真、まあいいや、後から他の、3つ展示してるんですけど、その中の1つですね。で、全部で4名の作家が出てまして、YouTube ででもですね、作品の簡単な解説があるので、まあ、ぜひ見て、見ればいいと思うんですけれども、1人岩根愛さんですね。で、木村伊兵衛賞を取られてる作家さんですね。で、次がですね、これは赤賀さんと読むんですかね。マヤさん。まだ若いですね。1985年で、関大出身なんですね。関西大学出身、の方だということです。で、次が菱田悠介さん。この方は、ドキュメンタリー写真って言ってるけど、そうですよね。多分これメディア、マスメディアでお仕事されてる方なんじゃなかったかと。あ、写真家、映像ディレクターとしてっていうふうに書いてるので、そういうお仕事をされてる方ですね。ジャーナリストみたいな仕事されてるんじゃないかと思います。で、これがね、これね、なんて言うんだっけ、原久司さんですね。原久司さんと林夏実さんの2人組の写真ユニットです。で、最後が鈴木真由美さんということですね。じゃあちょっと作品見てみましょうか。これでどう見えてます？こう見えてるのか？じゃあ大丈夫そうですね。よし、じゃあこれでいきますね。ですね、まずですね、岩根愛さんからいきましょうかね。岩根さんはですね、ちょっと面白いんですけどね、ちょっと映像がありまして、どれかな？あ、これだ。これね、ハワイの映像なんですよ。でね、ハワイで、ボンダンス、ボン踊りをやってるということで、それがですね、どうやら福島の盆踊りらしいということなんですよね。で、その福島の盆踊りらしいっていうことを発見して、それをもとに福島に帰ってくるわけですよ。だから福島発じゃないんですよね。じゃなくて、ハワイで盆踊りでやって、福島に戻ってきてっていう、そのルーツを確かめるっていうようなね。まあ、ずっと、福島のですね、人のいなくなった風景を撮り続けられてたらしいんですけれども、その中でこの桜とかね、こういうやつですね、こういう風景、まあ、桜の、ありましたよね、桜街道みたいなところ、すごい有名なところね、あそこを撮っていて、で、そこでまあダンス、これは仕組んだのかな、わからないけど、ダンスしてもらったのかわからないですけど、こうダンスしたりしてますよね。こういう写真をインスタレーションっぽく展示されてるっていうのですね。で、そこをもとにさらにこう北に登っていくっていうような、作品を撮られてました。ということですね。ちょっとまあ早く行きますね、これはね。どんどん行かせてください。で、まあ、これはそうですね。これ映像なかなか面白かったですよ。すみません。これ、赤鹿さんと読むんですね。赤鹿マヤさん。で、氷の国を作る。で、これはですね、インスタレーションでした。写真作品というよりもインスタレーションで、なんかね、冷たい、氷の国を作るかっていう作品で、これね、とってもマイクロポップっぽい作品ですね。自分の物語を作っていくっていう感じです。だから自分のお部屋を作っていくっていうかな。こういうタイプの作品ですね。だから、まあ、写真を確かにかなりメインで使われているんですけど、まあ、こういうね、氷の国はあっち、雪の国はそっちとか書いてあったりしてですね、こういう作り方っていうのも、まあ、本当にこうマイクロポップっぽいですよね。絵のタッチとかも非常にマイクロポップですね。まあ、メルヘンっていうかな。そういう感じです。ちょっと細かく読み込むのといろいろあるのかもしれないんですけど、
ね、僕はちょっとごめんなさい、あんまり細かく読み込んでないです。はい、あでちなみにあれですよね、あのこういうマイクロポップ系の作家ってあの一時期すごく多かったわけですけど、あの東京にはもうあんまり残ってないんですけど、実はあの関西に結構残ってますよね。あのそれ特徴だと思いますね。あのなので実はその関西の人たちが一度整理をされるといいのではないかなという気はしています。これを一つの潮流としてやっぱりまだ強固にあると思いますので、はい。次ですね、ごめんなさい、菱田祐介さんですね、ボーダーっていう作品です。で、まあ、いろんなところのボーダーを取り続けられてる作家さんらしいです。で、そうそう、テレビ局の報道に関わってるんですね。だから、まあ、制作、まあ、テレビ局の社員なのか、まあ、制作会社なのかちょっとわからないんですけどもね。で、これは、どれもいい作品でしたね。かなりストレートな写真で説明は全然付与されてないんですよ。キャプション全くないんですよ。でも写真の力だけで見せるっていうところでですね、もう本当にいろんなところに行かれてますよね。どこかわからない場所もたくさんあるんだけどね、場所はそれぞれ混ざってるはずですね。はい、こういう子たちとかね、それぞれが、まあおそらくこれボーダーに関係する場所なんでしょうね。あるいはそのボーダーの、まあ血液のボーダーっていうのとかのあるかもしれませんね。はい。で、僕ちょっとこの後半の2つのグループと個人をちょっと中心的に紹介したいんですけど、原久司さんと林夏実さんの世界を見つめる、Gazing into the World っていう、作品なんですけど、これはですね、作品見ていただければすぐに分かるんですが、ですね、こういうですね、子供たちを撮ってるんですね。で、別府で撮られてるみたいなこと書かれてました。東京から逃げたのかな、逃げたっていうか、あれですね、 3.11 を機にですね、東京から、まあ、移住されたのかな。で、別府の女の子たちですね、少女ですね、を被写体にして撮っていくという作品をずっと撮られていたということなんですね。こういう感じですね。で、なんか子供ってバカなことするじゃないですか。そういうことをね、こうずっと撮っていくっていうかね。で、この双子のシリーズとかはね、双子じゃないっつってたけどね、合わせてるらしいのね。だから子供のやりたいことに合わせるっていうか、子供のアイデアを実現してやるみたいなことを2人で協力しながらやっていくんですね。で、この辺はどうなのかな。で、ちょっとね、これ逆に見にくいからもう見ちゃいましょう。実はですね、で、僕この作品を見た時に、僕これは危ないなと思ったんですよ、実は。で、これはやっぱりね、どうやって撮ってるかっていうのがちゃんと展示されてて、こうか、この真ん中にね、iPad 置いてあるんですよ。 iPad2 台置いてあって、撮影の風景が、展示されてるんですね。で、これが完全にね、スタジオなんですよ。要するにスタジオの中でなんか女の子がウィーみたいな感じで言ったりとかしてるみたいな。だからまあ普通なんですよ。で、原さんと林さんとかがなんか「あはは」みたいな感じで笑ってるみたいな。で、まあだからまあ普通に考えたらよくある風景なのね。でも俺やっぱね、それをスタジオで撮るっていう風になった瞬間にね、彼女たちやっぱモデルになるわけで、で、それを素材として使っちゃうっていうことは、やっぱりちょっと僕どうなんだろうなっていうの、すごいちょっとかなり疑問に思ったんですよ。あまりにも暴力的すぎると思ったのね。で、いたわけなんです。ただ写真としてはやっぱりすごく上手なんですよね。で、面白いんです。で、でですね、家に帰ってから調べて分かったんですけど、これ実はですね、これインスタグラムに投稿されている写真がならしいんですよ、もともと。だからこれ、だからインスタグラムの作品なんですよ。
本当はこっちが本体なんですよ。でなんかあの俺インスタグラムって言っちゃうんだけどあれらしいね、あの若い子にインスタグラムじゃないですかとか言われてみたインスタって言うからねみんな、俺インスタグラムって発音しちゃう、俺はなんかインスタグラムというなんか俺の中ではインスタグラムになってるのでインスタグラムと発音しますが、こういう風にやってるわけですね。これもまあまあかな、これなんか面白いかもね。うん、ね、これはまあ合わせてこうあのやってますよねこれね。うん、これはなんかうまいよね構図。この写真この子すっげえ被写体としてかっこいいですよね。でなんかこうちょっと大人になりかけなのにこのなんかあのよくわかんないけど何なのこれよくわかんない、プリキュアとかあのセーラームーン、プリキュアなのかなわかんないけどこれを持ってるみたいななんか感じとかいいですよね。ただやっぱり僕ねこれねあのもう極めてそのね悪いっていう意味じゃなくてあの単なるポルノになる可能性がやっぱり危険性が常にある作品だと思うんですよ。でそれをあのね僕ねあの写真美術館あの東京都写真美術館で見た時はこれはダメなんじゃないかっていう感じがすごくしたのね。なんだけどインスタグラムで見たらなんか全然違う見え方してきたんですよ。で僕はねこれね何の問題かっていうとね全部基本的にこれスタジオ撮りなんですよね。まああるいはそのスタジオっていうの中のものがなくてもですねなんかちゃんとこうレフ板とか置いてですね、かなりセッティングされた状態で、被写体を撮ってるんですね。だからモデルとして撮ってるんですよ完全に。だから僕ねこれねスタジオっていうものの問題系なんじゃないかっていう気がしたんですよ。だから作られた場所での撮影においてリアリティを出すっていうことってどういうことなんだろうっていうことをそのインスタグラムとの関係で考えていくとなんか面白いんじゃないかなっていう気はしたんですよね。ただ子供たちはね確かに子供ってやっぱ面白いですよ。で子供のアイデアも面白いと思うの。ただ別に神経なものじゃないんだよねこの彼ら彼女たちがそのアイデアとして出してるものって。あこういうのとかも双子じゃないらしいですよこれ本人らしいね、2人をこうくっつけてるらしいんだけど、まあこういうのも自分でアイデア出すっていう風に言ってたけど、これとか面白い。これも双子じゃないと思うんだけど、こっちで本人がいてこっちが見てるみたいなね、いいよね。ただまあでもこれ技術的にできるからな、どうなのかな、これやっぱよくわかんないんだよな。これちょっと誰かな写真に詳しい人が分析してほしいけどね。ただね僕ねやっぱねこの作品でねを見てあの僕あのすごく可能性あるんじゃないかなと思ったんですよ。インスタグラムだってことを知ってね。であのインスタグラムとスタジオ写真っていうものの特殊性あるいはそのモデルになるということだ、あの 人類っていうかそのスマートフォンを持ったやつも含めだけじゃないね、スマートフォンを持ってない世代のもうみんなが被写体になっていくんだっていう時代におけるそのスタジオ仕組まれた場所というものだからリアリティじゃないよね、リアルじゃないってことだよね。リアリティ現実感というものを出すね、ということについて僕可能性があるのかなと考える可能性あるのかなと思ったんです。ただですねやっぱりその子供っていうので子供を被写体にしててねる作品でとしてねやっぱ僕 すぐにね比べちゃったのはね荒木だったんですよ。で荒木のサッチンですよね。これも超名作ですよねご存知でしょうか。ちょっと Google の画像を見せます。
これが殺菌ですね。僕かぶってないですか？大丈夫ですか？これ。ちょっと見えづらいですけど、すいませんね。で、これも、この殺菌っていうのをですね、ずっと取っておくわけですね。で、この鼻くそ、ぷよーんとほじったりですね。荒木のデビュー作ですよ。でもね、これね、これがリアルでしょ。だからやっぱね、その時のリアルっていうもののね、中にね、荒木は入り込んでいくことができるんだよね。殺菌っていうもののをね、の中にギューってこうね、入り込んでいくことができるのよ。そういう作家ですよね、荒木は。すごい。つまりね、荒木ってね、常にやっぱりね、今を撮り続けてる作家だっていう感じが僕は、なんていうかな、さっきのね、お二人のね、作品を見てね、またそういう思いを強くしましたね。荒木奥さんの作品をずっと撮り続けたりしてましたけどね、やっぱ荒木さん本当に今が撮れるんですね。さっき言いましたね、僕一番初めの方に行ったんですけどね、今ここですよ、Now and Hereですよ。で、殺菌どうなったのか分かんないけどね、でも Now and Hereの殺菌っていうものをね、撮るんだっていうことにね、徹底するわけですよ。殺菌がどうなったかとかね、今どうなったか、殺菌あったりとかしてねえと思うんだよ、僕絶対しないと思うんだよ。この時の殺菌っていうものに全てが含まれてるんだ、この時の殺菌だけを取るんだっていうかな、そういうものがね、徹底的にありますよね。だからこんなものが取れるんだよね。表情豊かなんですよ。もちろん時代性あると思いますよ。時代性は、時代性はあると思う。あると思うんだよね。このこんないい顔した少年今あんまりいないもんね。でもやっぱりね、そのね、現在、今ここっていうことのがタイムラインっていうことに変わったんだよね。つまりタイムラインの今ここってどういう、タイムラインの今ここにおける画像ってどういうものなのかっていうことを、画像っていうか写真ってどういうものなのかっていうことをね、やっぱり考えなきゃいけないんだろうというふうに思いますよ。まあ僕はやっぱりその殺人みたいな作品が今でも求めちゃうね。僕はやっぱまあ古い、そこはやっぱまあ古くていいと思うんだよね、僕みたいな人間って。だからそういうの求めちゃうとこあるんだけど、インスタグラムとかにおいてもね、タイムラインのリアリティ、タイムラインの今ここっていうものをね、やっぱり僕ら取り逃し続けてるんだよね。タイムラインで、ね、流れていっちゃうから、だからそこをね、キュッとね、なんか掴めるはずだよ、絶対。っていうか、そう信じないとやってらんないでしょ。で、やっぱそれはね、アーティストの仕事だと思うんだよね。僕はそういうものが、でもね、可能性があるんじゃないかなと思ったんです。彼らの作品には。だから僕は、ちょっとはね、ツイッターフォローしまして、ツイッターじゃねえや、だから、インスタグラムフォローしまして。なんかね、ちょっと面白いのも作ってるんで、こういうのも作ってるんですね。これ。これとかも結構面白いですよね。こういうのも面白いですね。これとかすげえいいっすよね。まあこういうことするよね、子供ってね。ほう。こう面白いね。Young Pretty Girls in Art History。 でもこういう感じでくくると良くないな、美少女がうんぬんみたいな。これ3人か、三つ子になってるのか。こういうの面白いですね。
三つ子ごっこ。ああ、面白いですね。うん。でもどうなのかな、双子もいるしな。まあでもちょっとわかんねえな。うん、まあちょっとわかんないな。ちょっとこれ、もうちょっと分析が必要だな。てか僕のなんか、インスタグラムの画像に対するリテラシーがもうちょっと必要だなっていう感じだな。うん。そんな感じがしますね。うん。はい。じゃあ、で、もう一人いるんですね。で、もう一人のね、鈴木真由美さんですね。この人はね、僕はね、来ちゃいましたよね。彼女はね、福島出身なんですね。で、福島の写真館されてたらしいんですよ。お父さん。ね。で、その、流されて亡くなったと。ね。で、写真館の後にですね、大量の写真とカメラが残されていたと。で、そのカメラを、一つずつ全部拾うんですね。一つずつ全部写真を拾って、で、フィルムを焼いたりもしたのかな。で、そのね、もう土まみれになったね、レンズを使って写真を撮るんですよ。で、そうすると、すごくぼやけたね、亡霊のようなね、絵が出てくるわけですね。これはね、本当にこれを見てください。ん？町の様子とか家族の様子ですよ。これご自分でしょうね。とお父さんお母さんでしょうね。これがカメラですね。うん。このレンズで撮られたわけです。はい。でもこの写真、こういう状況になって、残っていたわけですね。流されたり水で濡れたりしてますから、こういう状況になりますよね。この状況から見ても、写真屋さんだからというのもあるかも、本当に綺麗に保存されてたんだなということがよくわかりますよね。カメラね、これ見ていただいたらレンズがね、こういうふうに、いろいろついてますから、綺麗に映らないですよね。で、これ多分、ご家族、お父さんとかおじいちゃんとかの写真なんですかね。これかなり綺麗に出てきてますよね。ただ、こちら側、左側は全く、消えてしまっているという。多分フィルムが残ってたんでしょうか。ね。その辺はちょっとね、私もね、わからないというか、あんまり説明はないんですけどね。このおんぶの写真ですよね。で、これ多分やっぱそうなんだな。流された方が右なんだな。で、左はフィルムから起こしてるんだろうな。同じ写真ですもんね、これね。いや、これはね、で、これが、で、これです。これが、汚れた、そのレンズで撮った、写真なんですね。これ僕ね、やっぱりね、これはね、苦しくなったっていうかね、これを、やっぱりこういうものは、やっぱり本当に残さないといけないですね。と思いましたね。で、なので、僕、やっぱりもう一度ね、やるべきだと思うのはね、それこそ政権交代っていうか、首相変わったりしますので、福島のですね、メモリアルミュージアムはやっぱり絶対必要ですね。だと思いますね。阪神大震災のメモリアルもですね、しっかりできてないわけですから、やった方がいいと思いますね。これ災害ミュージアムでもいいと思うんです。日本の場合は。が、やっぱりそういうものをしっかりちょっと作ってですね、こういう作品群をしっかり残すと。やっぱり日本はもう災害の国ですから、また来るということも予想しつつですね、どこに作るかという話はなかなか難しいかもしれませんけれども、やっぱりメモリアル、なんてなるんでしょうか、災害ミュージアム、ディザスターメモリアルみたいな感じになるんでしょうか、メモリアルオブディザスターズみたいな感じですかね、ミュージアム、やっぱ必要だと思いましたね。こういうものをしっかり見せていかなければいけないですよ、本当に。
ダメです。本当に。こういうものをしっかり残さなきゃいけない。で、アーティストはたくさん反応しましたから、福島についても、阪神大震災についても、やっぱりしっかりね、残さなきゃダメです。あの、一つのところに。ミュージアムってそういう機能ですから、だと思います。で、僕は、皆さん行かれたことありますかね。あ、これもちょっと今度紹介したいですね。あのね、昭和館ってあるの知ってます？ミュージアム。これすごいに、あの、日本です超重要なミュージアムで、優秀館ってありますよね。あの、あそこの、靖国神社の中に優秀館ってあるじゃないですか。あそこめちゃくちゃやばいでしょ。あそこはあの、だって、ゼロ戦置いてありますからね。今も置いてあるんでしょ？僕ちょっと長いこと言ってないから分かんないんだけど、多分置いてあるでしょ？ゼロ戦。で、そのゼロ戦が置いてあるね。もうびっくりしました、僕。で、あの、なんか説明とかもめちゃくちゃやばいんですよ。だから僕ね、あの、靖国問題って優秀館問題だと思ってるんですよね。いや、だから靖国のなんかこう、なんていうの、あのメイン、あのお堂のすぐ横にあるんですよね。で、あの、ガラス張りの建物でね、普通にこう、あの、ボーンってゼロ戦置いてあるんですよ。それね、僕ね、ゼロ戦置いてあるね、神社に、でしかもなんかゼロ戦を、あれですよ、あの、ことほいでるわけですよ。あの、ことほぐ、え僕、なんて言うの、言い換えがちょっと難しいけど、あの、って言ってるわけですよね。そういうミュージアムの真横にある、真横にある、そういうミュージアムのある、靖国神社に参拝するっていうのはやっぱすごい意味を持つと思うのね。だからこれは僕はミュージアムの問題で、だから優秀館をこれをあのやめるっていうか移動するっていうことで僕は結構解決することが結構大きいんじゃないかっていう気がしてるの。例えばね、美術と政治を考えるって僕そういうことだと思ってるのね。でもう一つはあの靖国のその真横、通りを挟んで真横だから、あのあれ、あの玉ねぎのところ、なんだっけ、国技館だっけ、あれの方でに、あのもうね、窓が一個もないね、めちゃくちゃ奇妙な建物、昭和館ってのあるんですよ。でこれはね、もう昭和の歴史を一応勉強するってことになってるんだけど、まあ本来は戦争ミュージアムなんです、本来は。でになるはずだったんですよ。だからね、昭和だったんですね。だからね、あれね、完全に戦争ミュージアムにするべきですよ。で、子供たちがあの修学旅行とかで行くような感じになってるの。だからミュージアムとしての機能はあんまり果たしてないんだけど、でも例えばあのそれこそ今日相田さんの話したからね、相田さんで言うとね、相田さんの戦争がリターンズを昭和館に飾るっていうようなことがあのできるようになるっていうことがあの必要だと思います。あのそれこそが我々アート関係者が考え訴えていくべきことであり、それは安倍政権であっても次の政権であっても自民党政権であっても他の党の政権であっても変わらないですよ。何誰であっても変わらないんだよ、ね。そういうことを訴えていくべきであり、僕はそれこそが本当のポリティカルアートっていうかポリティカルなアートアクティビズムだと思う、と思いますね。だからコビットのことを言ってるから、何COVID-19 とかその小池百合子の問題とかがあるから宇宙とか言ってるやつらはバカとか言って、自分が政治として正しいと PC だって思ってるような美術人は、まあ美術批評家ではないですねと思います。日本の問題は、最大の問題は優秀館と昭和館です。僕が思ってる、これもずっと思ってます僕ね。これもね、これもちょっとね、ちゃんと書かなきゃ。これね、研究はちゃんとあるんですよ。あの、さすがに研究者はちゃんと研究してますよ。その辺はちゃんとしてますよ。アカデミシャンはそういうところ大変偉いですからね。ですよ。ね。そういう感じですかね。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。